ちゃって強弱な愛が飛び出すもんで、エスポール最強を気に変えてしまいました。ノンフィクションどうダメで嫌いでした。楽しいのがどれか悩んでりゃどれも不正解の命でした。本日の宿題は無個性が僕の子の過剰くない不自由ない最近に生きていて、でもどうして僕たちは時々が毎日悲しいって言うんだ、寂しいって言うんだ。ここは残る漢字が読めますか、あるこの心象は読めますか。その僕の苦労を務めたのは分かるんだよ、もう誰でも。そのままこの神秘が解けますか、あの子の首輪はもっと解けますか。僕たちこのままでいいんですか、もうどうすんだよ、戻らなくていいよ。無性もないくらいの強度をずっと高まっていたんだ。実の宿題は相変わらず解けないや、多分存在不自由ない最近に生きていて、どうして僕たちの胸元の塊は消えたいって言うんだ、死にたいって言うんだ。黒板のこの漢字が読めますか、あるこの心象は読めますか。その僕を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。そのままこの刺激が解けますか、あの子の首の輪も解けますか。僕たちこのままでいいんですか、おいどうすんだよ、おいどうすんだよ。成績の公式言えますか、子供好きの夢は言えますか。その夢すっ飛ぶに捨てたのはおい誰なんだよ、どうしてんだろう。次なり大人になれますか、そもそも本当はとは言っていつもいいのです。